はい、こんにちは、ペース。TS 第6弾強さランキング、主にリアタイム戦やっていきたいと思います。第12位、若田部選手、球種がリアタイム向きではない。第11位、小林選手、同じく球種がリアタイム向きではない。第10位、宮國選手、スラカットシュート持っているので、純正ワンポイントリリーフではおすすめ。第9位、関川選手、能力守備、特殊能力はいいが、低弾道などがきつい。第8位、福原選手、超大ピンチ持っているので、ワンポイントリリーフではおすすめ。第7位、そよぎ選手、ショート A 行けて、ステータス高いので、純正にはおすすめ。第6位、川端選手、中弾道でミート A で超アベレージヒッター持ってるのでヒットは打ちやすそう。第5位、大松選手、特殊能力全部出ればプルヒ持ってるが結構打ちやすそう。第4位、春選手、ステータスが高く外野全ポジション適正 B で積極なので結構使いやすい。第3位、斉藤選手、ツーシームフォーク持っていて超大ピンチ持ってるので純正必須級。第2位、石井選手、球種がかなりリアタイ向きなのでセーブ純正必須。第1位、片岡選手、弾道ラインドライブ、ステータスも高くサード適正 B あるので普通に強い。